ごきげんよう。ねえねえ、終わらせちゃおう。
お店へ急ごできてくださったか。ありがとうありがとう。お土産喜ばれるといいですね。その去るお方はまあ古い友でしてな、喜んでくださりますよ。驚くほど。ではこれからご入り用の際はご相談くだされ。ありがとう。これからよろしくお願いします。強くなってるし、きっと倒せると思うんだ。もうルーキー魔法使いが何人か先に向かってる。先を越される前に急ごう。ダッシュ。Yeah.
やったね。気をつけまた逃げてきちまった。あんな勝てねえよ。いってえ。もう何人も魔法使いが挑んで負けてるんだ。気合い入れていこう。絶対勝つよ。
しまいやがった！やりやがった！あんたすげえよ！やったー！さすがだね！これでルーキーのみんながここで安心してハントできるようになるね！一番乗りだ。それは。了解。はい。素敵ですね。いえ。そうなんです。よもや。いえ。こちらタピオドになります。できれば初日に見つけたあのエリアを探索できるようになる。絶対受けよう。そして受かろうね。応援してますよ。私も当日の準備をしておかないと。試験まで日はないけど、できるだけのことを頑張ろう。昇級試験受験資格の取得おめでとうございます。試験の内容についてご説明しますね。昇級試験は受験者より上級の魔法使い、つまりこの場合エキスパートクラスの魔法使いとの模擬試合の結果で合否を決定します。では早速後ろにあるリングへどうぞ。そして今回の試験官なんですが、私です。え？
私、受付がお相手いたします。ということで、皆さん手が空かなかったものでご準備はいいですね。私はついていけてません。では参ります。試合の結果をもってルインズメイガスエキスパートに認定します。おーい、やったね。これで君も一人前の魔法使いの仲間入りだよ。さすがですね。いろんな魔法使いの方を見ていますが、あなたは少し皆さんと雰囲気が違います。エキスパート魔法使いはこのルインズメイガスの要です。これからはより大事な多くの任務をこなしていくこととなりますが、あなたならきっと大丈夫。アイリスさん。あ、そうですね。お気持ちはわかります。アイリスさん、魔法使いのサポートは初めてでしたものね。
エキスパートとしての初任務で問題がなければタッグは解消ですが、ただ別にこれはお別れではないですからね。はい、全然です。せっかく友達になれたのにちょっと寂しいなって、そんだけです。でもまあこんなに短いとは思って。それだけ彼が優秀だったんですよ。あ、そういえばお二人には目的があったんじゃないかしら。そうだ、新エリア何か見つかるといいですね。はい、次が私たち二人で行ける最後のミッションになるけど、悔いが残らないように頑張ろうね。よっ。この先の探索ができるよ。でも実はこのエリアそんなに広くはないみたいで、もう何人かの魔法使いが探索して特に何もないって報告が数件来ちゃってるんだよね。ダメダメ、ネガティブ禁止。私たち初日からの最終目的、新エリア探索行ってみよう。私初日みたいな大発見を見落とさないように周囲状況を少しスキャンできる仕組みを作っておいたんだ。出発！
ねえねえ、ここがゴールか。本当に何もないね。ただの行き止まり。見て！この壁、奥があるよ。あの時みたいに先へ進めるかも。ちょっとチビホロで調べてみるね。何もないはずがあるまいと来てるのは、これはとんだ発見だな。さて、行くぞ！
ギルド長！引いたか。奴がその気になれば我々も無事では済まなかったぞ。ギルド長、助けていただいて感謝感激です。何？ギルド長？ん？ああ、すまないね。さて、挨拶が遅れたな。君とは初めて会うね。私はルインズ・メイガスの王者、ビルガノア・ファーブラ。魔法使いならご承知だったかな。私はアイリスです。君とも初めて会うね。アイリス君は元気でよろしい。さて、奥に何かあるようだ。一緒に来たまえ。これは扉。これって真相をいくら漁っても見つからぬわけだ。こんなところにあったとは、お師匠様の言った通りだ。諸君、これは大発見やもしれぬぞ。あ、さっきの巨大ガーディアンの一部に何か反応が残ってます。これは鍵ですかね。鍵まで。諸君、私は今日のことで一つの確信を得た。ひとまず引き上げよう。時にアイリス君、その君の技術はすごいな。ガーディアンを操ってホロを投影しているのか。そういうのは早めに機関に提出するように。では、私は茶が切れて頭が回らなくなってきたので失礼するよ。お疲れ様です。扉。扉って言ったら一つしかないよね。真相への大扉って知ってる？魔法使いのおとぎ話に出てくる伝説の扉だよ。遺跡の真相へつながる大扉。その先に遺跡の世界の真実が隠されてるって。まあそんな感じ。今日は大変だったね。私たち二人の最後の任務。私は大満足かな。じゃあ